読売二つのかますじ。読売二つのかますじ。かますじ。ありがとうございます。やってまいりました本日も、はい、もう1週間経ちましたね。何度目になりますかこれは。何がですか。これですよ。あ、はい、過去遡ってみましょう。川上健進さん&井端さん、うん、それからマック鈴木さん、うん、浅香優衣さん、これ漏れてるってこの間怒られたやつですね、はい、そして藤原京太選手、うん、第5弾ですかじゃあ、うん、片岡さんのサイン色紙抽選会ということで、応募しまして、うん、で、今日だからみっちり時間取りました、うん、はい、抽選会の時間。それはすごいでしょ、でしかも当時リスナーがそんないなかった時代にあれだけ来てたということで、うん、川上さんが 111でしたね、確か111ですよ。で今リスナー僕ら200人切らない番組になってるんで、うん、大騒ぎになるぞということで、時間も取り早めに楽屋に集まりました、うん、はい、本日の抽選人数、おい、15人です。なぜなぜですか。これはベッキーと結婚したから。あ、その女性ファンが離れてしまったからね。あ、女性ファンか。あとは、うん、あとは、でもね、15人の応募、うん、応募条件リツイートが入ってるんですよ。ほうほうほう。25リツイートぐらいされてんのに、はいはいはい、応募15なんですよ。えリツイートだけしてる人もいる。いらないぞと。どういうことですか。なぜか協力はしてくれたけど、うんうん、応募してこなかった人も。意外とでもファンサービス良すぎて配りまくってる可能性は持ってんのか。持ってるってなりません、やっぱり。で逆に川上健進さんとか井端さんってあんまり、うん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 、その前に出てこないというか、うんうんうん、なるほどね。でもこのタイプの色紙は珍しいタイプだけど、ね、ジャイアンツ入れてくれてますし、背番号なしの、うん、片岡って書いて、確かにそうそうそう、これジャイアンツに1年間在籍してなかった時があるの、はいはい、コーチを引退されて、はいはいはい、フリーターだった時期の片岡さんが、うん、その時はジャイアンツ書かなかったもんね。やっぱりで、はい、やっぱり就職するって言って、はい、ジャイアンツアカデミーの方に今監督をやってるからジャイアンツをつけた。そう、じゃあある意味じゃプレミアですよね、そうですよ。そうだ、もう15人で争いますんで、はい、今日は倍率めっちゃ高いですね。確かにね、さらに14人の方、外れた14人も全員に、うん、何かが当たるんで、必ず当たるように。必ずは外れがないんですよ、ね、外れがないです。外れはありません。で見て条件としては絶対に今見てること、はい、ああそうだな、レスポンスをしてもらうと。ああ確かに、うんうん、見てますと、当たった人がね。そうですそうです。もしそれがはず、あ、見てなかった場合、うん、再抽選、うん、かな。他のものが例えば会釈とかも、会釈とか当たった人ももう一回、当たった人も、はいはい、もう一回会釈と交換になります。交換になります。ということで、なるほど、まあじゃあ先にやっ、そうなんですね、先にやっちゃっといた方がいい。先にやったら視聴者離れてっちゃうんですよね。そうだね。あ、そっか。だからちょっと引っ張らなきゃいけないんですよ、これは。難しいところなんですよ。あ、まあとりあえず青年隊をやりくださ、はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。まあちょっと話したいこともね、いくつかあるんで、はいはいはい、ちょうどいいんじゃないかと。そうですね。しかも、ね、今日ブー体験を僕書き忘れてしまいまして、はい、あの言うねーの方はもうこれがあるからやらないと思って、はい、ブー体験はいつもこういう時やってたんですけど、やってた、書き忘れてしまいまして、はい、その結果、でもいつもより送ってくれた方が3人いたので、おら、3人だけのブー体験、すごいな。忘れ、書いてないのに送ってくれた人、先週の段階で送ってくれた方、それから書いてないけどやるのどうなのって言いながら送ってくれた方、うん、何も考えず送ってきたダイヤマ P、 これ3名が送ってくれてるので、これ読みます。すごいな、これはいいぞ。言うねーはさすがにない。言うねーはね、もうなかったね。なかった、意味やりたくないからね、うん、染みつかない。ブー体験やっぱ3年間やったら、これ染みつきやったもん。多分リスナーさんも初めてなんじゃない、うん、このお題、あれ今週考えなくていいんだっていう、うん、あ、そうですよ、これ初めてだっけ。ブー体験がなかった週はね、ないのかな。あのね、ゲストがどんなにいてもやってんすよ。ブー、これだけは番組を軸としてやりたいから。なるほどね、やってるから。あれとかもその周年とか何周年記念とか、うん、お正月とかそういう時もやってたはず、うん、やってんの、うん、ブー体験は、ね、で今のブーの数がこっち、あれブーメーターはこれね、はい、どうしました、どうしました。うん、これね、はい、ブーメーター、ここにね、いつもある。あ、どうしました。
じゃそれよりちょっと一回、うん、あどうしたすごい気になることがあって、はい、え、なんどうしましたどうしましたどうしましたもうちょっとこっち向いて、うん、人の目見てとか人の本向いて喋ってほしくない、うん、あーあーなるほどね、うんうん、あんらこっち見てよじゃあ、うん、まずこっから処理しなきゃいけないか、はい、すみません本当にどうしたんだっけこれは普通の漫才中にちょっとあの首を痛めてしまった漫才中漫才中に漫才中に気づいたみたいなあのもうあるんですよね、ちょっとやってもらっていいですか僕の後の漫才で、はいはいはい、ほぼ毎回やるくだり毎回やる こうだっけこっからこうだっけあそうですそうですねもうじゃあちょっとなんかボケてもらってボケるのあどうやって発動するんだっけどうやって発動するんだっけ発動がマジで分かんないです発動はないけどなんとかなんとかって言った後に、はい、うっそーこれですああこれをピッてやったらビキッて、はい、ピキッてやって、でまあ病院行ってまあしっかりであの骨とか大丈夫だったガチのやつだったんだ、うん、今もう極力本当に動かさない方がいいよって言って寝違えのひどい版みたいな、ね、いやそうですそうですそうですでそのね漫才中でもそう嘘みたいな感じで首やってんのに、うん、その玉筋、うん、ネタやんないのに、うん、うおーっていうその同じ首の動きをしてるから日頃やっぱ首に負担があかかりすぎてんだしかも番組の最後は必ずあっち向いてほいがあそうそうそうだそうだそうだもう首しか使ってないじゃんもうやっと今日勝てるぞこれ今日左右無理だまっすぐ上か下はいける上か下いける上か下いけるの上か下いけるのえそれはでも下だとしてまっすぐあじゃんまっすぐありいけます、ね、めちゃめちゃスローめちゃめちゃスローじゃんじゃんけん勝つしかないわあーそうなのね満身創痍ということで、はいはいはい、まあまあでも大丈夫です、まあまあまあ、すぐ治るやつなんでねそうしてたのねはい、嘘やったらこれはこれは、はい、なくしましたいやいや番組開始からずっと一緒に来たもう商売道具というか相棒ですよ、うんはいはい、野球選手でいうとこのグローブ、バットうん、はい、をなくしました。なくす。なくすってどういうことですか。だってここでしか使わないじゃないですか。うん、そう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 。でカバンに入れて持ち帰って、そうそう家でいつも同じカバン。ね。なくすことないですよ、ね。別だったら持ってるね。なんかキャバクラとか持って行ったんじゃないですか。キャバクラはまあ行かないから。ね、メースかメースとか行って。メースでねこれやってるんですよ僕。行かないから。ちょっと不思議なのよ本当に前回もなかったですもんね前回は忘れたと思ってたんだよ、ね、前回あ忘れたと思ったけど実はその時点でもなかったんですかね多分なかったんだよね、ちょっとだから拾った浅草橋の交番とか行きました落としてる確かに落とすか落としてリスナーの方あんなの落としてわかるでしょだってね1300なんて書いてある1400ぐらい1400うわこれだから新しいの用意するのは簡単ですけど、うん、ゼロからっすよはあのメーターでの数字なんだからそうですよはい同じハヤトメーターだったらいいのいやゼロからですもうあれで刻んできたんでもうはいちょっとこればかりやもん2000部いったら、はい、なんとかみたいなのはいはいはいあったんですけどあったじゃん、はい、ダメですこれ NPB とメジャーってヒット数分けるでしょうんそれと一緒ですはい一緒なの同じ番組じゃん、はい、あでもメーター変わった違う番組やろうもって、はい、違う番組行ってこれは使いませんだったら分かるあまあまあまあ、うんうん、メーター変わっちゃったんで、うん、そうですもう、うん、あの2000部達成して、はい、プレゼントがもらったお客さんもその人の顔見て喋るやつもうこうしたらいけるんですよしっかりいやお客さんのそれはよく視聴者さんの、まあ、こうやってこういうのが一番ですよね周り強いですねいや実はね安楽はい、はいじゃあちょっと頑張って探しますもう一回もう一回探してみましょう、はい、で一応まあ坂友が持ってるってことなんで、うん、それか新しいの、まあね、これ頭下げて途中からやらせてくださいって言うんだったら、うん、それはそれなりの覚悟うん覚悟そうですよ、うん、はいやっぱしか分めたはいゼロからなりたくなければ えそういう風にさせたいがために盗んだ人とかいない、うん、いやだったらもうちょい粘る、はい、1800とか、うんいないその目前、うん、3000目前とか2000目前とかでやっぱやるのがムカつくんだけどこうやって喋ってます首が痛いんですよねあそうなんだ、はい、なるべくね、うん、使う実はね安楽以外にも、はい、怪我をしたやつがあ、いまして、あら、まあ、ちょっと昨日ね僕と仲のいい後輩たちが、うんうん、僕のあ解散しましてああそうだよそうだよ
大好き。あ、そうそうそう、びっくりしたよ俺。ネットニュースになって、うん、あれは知ってた、なるっていうの知らない知らない。あれさんから来て知った。勝手に日刊スポーツの LINE 登録をしてて、うんはい、それの速報みたいな、うん、はいはいはい、はい、いっぱい芸能人の情報流れるし、うんうんうんね、のうちの一人ね、一チーム、びっくりしましたね、あれ、びっくりよ、ね、コメント欄めっちゃ荒れてましたよ、誰だよって。え、そんなコメントあったの？コメントがなんか50件ぐらいあって、うん、あの、いや、水田を毎週見てるけど知らないんだけどとか。そんなコメントある？こんなことまでニュースするんじゃねえよみたいな。あれは誰がどう決めて？でもあれから、で僕もツイッターとかで、やっと会社のニュースが、ね、ニュースになったみたいな、うん、やったからかわかんないですけど、さらに別のところでもなんか記事になって、何個か、あの、なんて、中身も違うと変わっててね。だいたいミキコちゃんのことでしたね、その総大、早稲田卒、はいはいはい、で、まあ、水田腕仕掛け人のみたいな、うんうんうん、で僕らなんかほんとちょろっとリーダーの一人、リーダーだったんだ、リーダー、僕も知らなかったリーダーだったんですか、事務的なね、事務的なリーダーだった、事務的なものとか小道具とか作ることが多いからリーダー、ね、雑用じゃん事務と小道具雑用、まあ、解散するっていう報告をしたら後輩3人が飲み行きましょうと言ってくれて、はい、その時集まったのが安楽と、もう一人花札の桜井っていうのと、当番組でおなじみのアーノルド・シュワルツネッガーが来てくれまして、4人で飲んでる写真、4人でテーブル座ってる写真ってありますかね、 あるんですか、昨日ね、撮ったやつがあってね、4人どれ楽しく、確かにこういう感じ、あ、これですね、飲んでて、はいはい、これでもう分かるかもしれないですけど、うん、奥2人記憶ないです、奥2人はね、だいぶちょっと危ないですよね、完全に記憶なくて、うん、でこっからだから安楽の説明があった方がいいのかな、もしかしたら、うん、確かに、まあそうですね、覚えてないというか、もうあれですもんね、うん、ちょっと、え、うん、これ以外の写真は一応あります。ありますか？じゃあちょっともうランダムに出してもらって何枚か送ってるんで。はいはいはい、まあでもこれはでも飲み始めます。でもこれね。ほら、かわいそう。これあの動いてるバージョンがあるんだけど、ちょっとだけ動画のやついけます。これなんか何してんのって思うじゃないですか。はいはい。ヤカケが酔っ払いすぎて、もう体に力入ってなくて安楽が支えてる状態。そうそう。あ、動画いける、動画というか、ちょっとライブで撮ったやつ。本当にこれかわいそう、完全に見てよ、見てください、僕しっかり首かばいながらこうやって、うん、そう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 、すごいあれが、ね、なんかもうすごかったです、うん、本当に、うん、でなんか僕今日朝起きたら、うん、僕も記憶ないんですけど、うん、携帯が血まみれになってて、え、うん、ガタオカの、そう、え、なんでこれって思って LINE したの、うん、安楽とかにしたら、うん、それヤカベの血なんで大丈夫ですって言われて、何が大丈夫じゃん、一応写真があって、このヤカベの、はい、顔の鼻、流血のやつあります、うん、流血のこれですね、あ、夢吉、これは何があった、これは本当もすごい、ちょっと手すり見えてると思いますけど、ゾワッとした、いや本当も皆さんが思ってる通りです、うん、思ってる通り階段のもう3段目ぐらいから転んで顔面から落ちました、うわーパチッつって、うわで記憶ないでしょ、やっぱ記憶ないって言ってました、これね、いた、かわいそう、それ以外大丈夫なの、それ以外大丈夫とは言ってましたけど、でもあ口の中とか、あと後日 LINE 来て今日、うん、口の中とかもめっちゃ消してました、うわそれでなんで俺の携帯に血つけたの、それがマジで分かんないですよ、ね、ヤカベが俺の携帯を持ってたわけでもないし、多分でもいや普通にやっぱ大事じゃないですか、これやばいと思ったんですよ僕もさすがに、うん、なんかでヤカベパーンってなった時に俺、おいヤカベお前大丈夫かっつったら、その石田さんを解放してた、うん、その桜井さん、はいはい、もう石田さんバーンってもう放り投げて、うん、そのこっち来たんですよ、うん、慌ててちょっとやばかった、そう、そりゃそうだよ、で桜井さんがカバン多分持ってたんですよね、石田さんの、はい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 、持ってくれてたんだ、よやかべ大丈夫かっつってこうしゃがみ込んだ時に物がボロボロボロって落ちたのが多分血の上に多分乗っかって、なるほどね、あ、ガテンが行きました、これ、はいはいはい、昨日僕解散ライブだったんで、はい、物いっぱいもらったんですよ、うんうん、それこそなんか花束みたいなやつもらったりする、うんうんうん、帰ったら花束のビニールに血がべっとりついてた、うん、そういうことね、でも多分それだと思いますね、なるほどなるほど、わざわざそう塗るとかは酔っ払ってムカついたから塗ったとかじゃないよね、全くそんなことないですね、てか怪我した男、あら怪我しましたよ、もう怪我すわ、こいつしたらね、あの順調におにぎり屋さんスタートしていまして、なんかもう新宿2丁目だっけ、あ、そうそうそう、とかでね、金土の10時から2時、うん、夜10時から夜中2時、うん、
2丁目ね、2丁目の方で普通にキッチンカーでおにぎり売ってるんで、はいはい、買いに行けば会えますね。そう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 、うん、しかもなんか会社への納品ももう始めてるらしくて、すごいよな、2人で立ち上げたばっかりの会社で、うんうん、だから夜中の2時頃行って仕込みとかいっぱいやるんです、うん、レンタルキッチンみたいなところで、うん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 、でそこ朝9時になったらお蕎麦屋さんが来ちゃうから、うん、朝9時までには貫徹しなきゃいけないんで、うんうん、それまでにおにぎりを何百個も作って持っていくみたいなやつで、だから飲み会中もこの後僕夜中2時から行かなきゃいけないんですよ、うん、でも大丈夫です、あのね、あのその職場行ってもう寝ちゃうんで、うんうん、2,3 時間仮眠取って、うん、ちょっと酒残っててもおにぎりは作れるから、なるほど、ね、運転するわけじゃないし、うんうんうん、って言ったらこうなったでしょ、うんうん、で今日朝8時に起きたらしいですえ、なに家帰ったの、家に帰っちゃったみたいな、うん、どうやらです、ね、多摩プラザ駅に帰ったみたいな言ってる多摩プラザ、うんうんうん、うわ、新しい住所ね、新しい住所ちょっとずつ小出しでいきますでも多摩プラザの、はい、言っていいのって昨日一応本人に言ったんですよ、ああ、はい、言ったんですね、もう徒歩30分なんてどうだっていいっすアパートの屋号だけはまだ教えてくれなかったです、はいはいはい、パラッツのせいでバレたんで、うん、溝の口と多摩プラザの間って言ったよ、おー、じゃあそっち口だそっち口の30分だ俺たちにはそうやって言ってた、よし、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつこれ一気に聞くとバレちゃう、住所を、ね、うん、バラそうとして、さあそんなことがあったですけども、はい、じゃあ今日これでちょうどいいかな、こんぐらい話せばもう一個ね、あの企画のことね、ちょっと話し合いたいなと思ってて、はい、じゃあ先オープニング読んで、はいはい、CM 挟んで、これじゃあ先やっちゃった方がいいってことか、レスポンス待つなら、うん、確かに、でこれやっちゃったら視聴者減っちゃう、絶対減るよね、現在の視聴者数が聞いておきますよ、あ、確かに、これ次第ではもうどの人だよ、なるほど、新人さんがすごい慌ただしく、大慌てない絵に描いたような大慌て、急に言われてる、急に言われてさっきも予定になかった写真急にとかね、やっちゃった。じゃあ先オープニングのお便り読ませてもらいます。はい、玉筋ネームのりこのりやさん、はい、これ先週の放送終わり。こんばんは。今週もとっても笑いました、うん。安楽さんと偶然食べた夕飯が一緒で吹きました。ピザ。おお、ピザ遅刻会だから。ピザ遅刻会、うんうん。でも遅刻はダメです、うん。時間にルーズだとお金の管理もダメだと高校時代の美術の先生が言ってました。美術の先生。先生でもその先生は美術部の生徒のジュースを勝手に飲みましたけどね。あ、おもろい。公立高校なのでジュース持ち込んでも校則違反にはならないので。いいな。何の話す。すごいですね。ヤカベの話が出てきませんでしたね、ヤカベのことは触れてこなかったですね、タマスジネーム植物パイセン、コウスケさん、達也さん、コウヘイさん、ケンゴさん、トモユキさん、スタッフの皆さん、スポンサーの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう、ガタオカさん有するストロベリーロマンス解散されたそうで、はい、あ、リーダーだから有する、有してないけど、属するじゃない、雑用だった、いや、リーダーリーダーなんか僕は有してました孤独リーダー何が孤独リーダーあえてオープニングでは言及しないでおこうかと考えましたが、リアルタイムで見れるか微妙だったのでここに記しておきます。いろいろと思うところあるのですが、強いて一つ挙げるなら深夜ラジオの 深夜ラジオのコントが YouTube で見られないのは悲しいです。うん、やってたね。今後の皆さんの動向も木陰から見ていようと思います。まあ玉筋がありますから、うんうんうん、今後もねこうやって楽しいラジオできますんでね、そちらで応援していただけたらと。あ、視聴者人数の方が出ました。ありがとうございます。はい、現在22名、うん、累計71名、うん、おお、うん、50人は離れてますもう、まあでもまあそんなもんですね、まあ、いいペースです、ね、先週よりはいいんじゃない、多いですね、はいはいはい、だから50人はまだ抽選会しなそうだから1回離れっかみたいな、なるほど、ね、パターンもあるな、はい、でも22名見てくれてるんで、はい、15人は多分そのうち入ってると思ってるはず、入ってるはず、じゃあちょっと CM またいでこれやるかどうか CM 中に決めましょう、はい、この番組は有限会社吉田組さんと、うん、K&K チクロさんの提供でお送りしております。それでは吉田組さんの CM をご覧ください、どうぞ。ワンツーワンツースリーフォー、曜日を考えよう、ありがとう、はい、ありがとうございます、分別大事だよ、ちょっと遅かったですか
遅かったよね。54321の後ちょっと間があってから、うんうんうん、もう一秒ゆっくりできたの。こういう人見れば、うん、彼はもうこうだ、ね、そう、あー、ファッと巻く、ファッと巻き、握りっぺもああやって巻いてるって言ってました。握りっぺ、はい、やってんのや、はいはいはい、家族とかにやるときはこうやって巻いてるって言ってました。巻かないんだけど。お便りじゃなくてコメント来てます、はい、ボッキマシンさん、はい、残り14はどう考えても外れだろうが。いやいやいや、そんなことはない。今までちょっと僕が悪ふざけで書いちゃったんですよ、うん、あ、そう、あれしんのすけ大笑いだとか、なんかみんなでなんとかだとか、今回あれさんに任せました。そうなんです、今回、うん、はいはい、なんで僕も失礼だから、ちゃんと顔見ないと。今回は僕も知りませんので、中身、はいはいはい、あれさん考えてください。ね、はい、玉筋ネームちかさん、はい、皆さんご無沙汰してます。ちかちゃん、久しぶりに見に来ました。ちかちゃんは応募してくれてます。はいはいはい、本当そう。じゃあ来週くらいいなくなるやつ。あ、もうしばらく。しばらく。送って舞台券。玉筋ネームゆうたんさん、うん、こんばんは、はい。先週もちゃんと最初から見て、今日も最初から見てます。ファイト。お、ありがとうございます。言ってくれてますから。ありがたい。ついにリアルタイムコメントです。今まではね、今週も見てますっていうのを昼間のうちに送って、うんうん、ちゃんと見てくれてる。企画案、はい、ちょっとで話し合いたいなと思いまして、有名に変わるってことですか？まあ変わることはないです。企画は全部この温存していくというか、うん、またいつか時が来たらやろう。でちょっとね、なんか今日はできないですけど、うんうん、いい企画ないか、過去の企画ちょっと振り返ったりもして、うんうん、覚えてます？どんな企画やってきたか今まで。いやこれね、もう企画ね。うんうん、一番長かったのは、一番長かったのは、うん、一番長くやってた大ダンサーなんじゃない？大ダンサーです、正解。そう、あ、そう、ね、大ダンサーは万能だったんで。そうでしたね。何とでもなる企画でした、うん、お題変えちゃえば。ずっとやってましたもんね、で意外とそれに次ぐ長さだったのが、うん、俺のクリーンナップ選手権。おお、そうですか。意外と5ヶ月6ヶ月やってました、遡ってみたところ。俺のクリーンナップ選手権、好きなものの3番4番5番を上げていただいて、やってましたね。ずるずるとやってたかもしれないですけど、うん、確かに。それからまあ思い返せば最初のやつはそれ正解、23時までそれ正解でしたっけ。ああ、これ最初の方の企画。なんだあった。だから国民的女優といえばみたいなお題出して、みんなから来たやつを 朝までそれ正解のように語り合うという、あれが最初の参加型企画、うん、意外にそうで、クソ企画言うね、それからあれ、それ最近の、最近の、え、最近の全然伸びなかった企画、うん、いいね、言うね、言うね、うん。あとこれ覚えてます、はい、この写真を見てください。はいはい、あれ覚えてますよ。先にお題、うん、あのエピソード読んで、うんうん、から写真を出すことによって面白さが増すという、武蔵丸のりっぺさんがブー体験でやってくれた技を企画にしたという、そうですね、というのとかいろいろやってきて、はい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 、やっぱり条件としては、うん、絶対条件リスナーさん参加型、うん、はい、やっぱそうですね、うん、かつ思ったのが、我々は、うん、我々も楽しみたいというか参加したい。まあそうですね。この2つをね、どっちも満たす新企画考えました。発表します。発表します。満場一致選手権。満場一致選手権。これ、再来週からやりますんで、はい、応募お待ちしております。はい、さあ、じゃあ行きます。わかりません。はい。わかりません。あれなんですか今の。今のいいっすね。これ今のいいっすね。わかりません選手権やるじゃん。わかりません選手権いいの。万丈一選手権とは、はいはい、ですね。今まで僕らが質問することが多かったじゃないですか。うん、こんね、どんなそう国民的女優はとか、旅行するのはどことか、うんうん、あっちも聞きたいことがあるんじゃないかと、お、うん、思いまして。我々に。でリスナーさんから毎週質問を募集します。はいはい。うん、でも例えば何でもいいな、うんうん、じゃあ好きな、なんかあんまね絞られたらこう、好きな都道府県どこですかぐらいの、うん、色いやつで、で、うんうん、我々がその場で読んで4人でせーので言います、うんうん、この4人の意見が満場一致した場合、うん、4人揃った場合、うん、ポストカードに変わる何かをプレゼント。うわー、これ揃いますか。すごい難しいですよね。好きな都道府県は絶対揃わない。好きな都道府県ちょっとリスナーのつもりになってやってみてよ。あ、わかりました。何でもいいよ。じゃあ、うん、まあ、犬猫とかそのぐらいはダメだね。
もうちょい広げてくんないと。好きな嫌い。あ、いや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 。最初坂本さんの人。いやいやいや。気持ち悪い。なんだお前。俺が出されてるの。完璧なの。何だよ。めっちゃなんなんだよ。なんだよ。何だよ。タイミングミスりました。お前何なんだよ選手。じゃ坂本もちょっとお題。いや、え。いいよいいよ。いや犬はじゃなく、あ好きな犬種ね。犬種。好きな犬種？ああでもちょっといいかもな。いいかもね。じゃあ、せーのでじゃあ。ちょっと全然。坂本も参加ね。参加？うん。4人で満場一致したら、うん、ポストカードプレゼント。いきます。はい、せーの豆柴。豆犬。はい。柴犬。豆柴。トイプードル。フレンチブルドッグ。脱退です。あ脱退脱退です。ああ。リスナーさんも。リスナーさんも脱退。これそう。安楽は何言おうとしたの？あ僕はもうあの嫌いな野菜。ああいいじゃん。みわそんなの一個しかない。いいね嫌いバージョン。嫌いな野菜選手権。あ行きますか。嫌いな野菜。これは絶対にどっか嫌いな野菜あるかな。4人揃えなきゃいけないからねでもね。あそうです、ね。嫌い野菜あるからってやつ。恐ろしいな。えじゃあやるやってますか。スイカとか野菜だから。野菜だから。行きましょう。嫌いちょっと待って。Okay? 嫌いな野菜えちょっと待って。いやないもんないもん正解だよ。大体食えるよ、うん。ない正解ではないでしょ。ないはない。じゃあ強いて言うならか。そうだ。ちょっと苦手だなぐらいの。うん、苦手。うん、水大体で答えろよそんなのこれはなんだよこれはごめんごめんこれは、はいはい、みんなの意見を合わせようとするのか自分の意見だけを俺言っていいのかなるほどあいやこっちは合わせようとしたらダメあもう合わせようとしたらダメだからリスナーさんが頑張って合わせようとしたら4人の共通点を探すなるほどこれは合いそうみたいなはいはいはいなるほどねそうそうそうしっかり嫌いな食べ物言うんででもちょっとあまりにもズルとか、うん、ズルい質問そのおちんちんとおっぱいどっち触りたいとか言ったらおっぱいに決まってるじゃないですか、うんうんうん、あれやってみますえかそれ二択じゃんそれすでに二択すでに二択すでに女性の体で好きな部位とかね。ああ、そう、それぐらい広げてくれて。あともしくは何フェチとかね。ああ、そう。うん、言うね。それかあれよ、はい、好きなスポーツなんですか、はいはい、これ野球番組がずるい。ああ、まあ確かに。確かに。まあでもどこファンですかとか。俺は水泳答えちゃう。ああ、そうね。じゃあプロ野球好きなプロ野球チームはとかさ。うんうん。まあジャイアンツ以外でっていうの。言ってくれたらいいけど。ああ、確かに。言ってたらね。そういうずるしてきた人いたら脱退です。確かに。脱退リスナー脱退。はい。質問にセンスが感じられなかった場合。質問なんでそんなドキドキしなきゃいけない。要は盛り上がりたいんで。はいはい。じゃあちょっと嫌いな野菜だけやってみて、はい、嫌いな野菜、はい、せーのパクチー、はあはい、トマト椎茸椎茸って野菜なのこれあれどうなんでも山やすキノコキノコは野菜ですかこれはこれはちょっとやばいやばいパニックなっちゃったパニックなっちゃった椎茸って野菜あ野菜なんだ野菜なんだ椎茸野菜質問したらすぐここここうなっちゃうんだ反復のこと食べちゃいますでパクチーうわミニトマトって言いました。あ、これトマトとミニトマトは別です。これは。なるほど。いわゆるトマトでしょ。もういいじゃん、まあ、トマトです。トマトは食べれるの好きなの。まあミニトマトも好きなんですけど。そうだよ。食ったよね。昨日食ったよ。昨日野菜ジュースの裏全部思い浮かべたんですけど嫌いなもんなかった、うん。ないんだ。本当に。坂本が嫌いって言ってるの聞いたことない。珍しいね。こういう満場一致選手権これいいんじゃないかと。これはいいです。これはでも揃うんじゃないですか。あ、ある？ドラえもんのキャラクターで。うん好きなキスしたいなと思うけどドラえもんの、これすいません本当に、まあ、一回やってみようか、まあ、やってみようか、うん、キャラクターで、はい、いきますよ、はい、ドラえもんのキャラクターでキスしたいなって、キスしたいとね、これは揃う、せーの静香ちゃんドラメちゃんドラメちゃんドラメちゃんでしょ会うと思ったのおかしいなおかしないドラメちゃん静香ちゃん静香ちゃん静香ちゃ ん, ちゃんこれでも静香ちゃんだった場合も、はい、これセンス感じられないんで脱退ですなるほど質問にセンスが満場一致したけどもさすがにとそんなピンポイントじゃあドラえもん道具でいこうよあ、好きなドラえもんの道具欲しいか実際に欲しいドラえもんの道具はいはいはいうもうあれしかない絶対もうあれだろうはあまあやりますか、はい、なんだろうはいずれそう嘘なしで相手運命分かんなくてもいいんですか
もうダメだよこんなやつ。そのあたりじゃんもう。なったな。冷めるわ。冷める。アイテム名わかんないやつを言おうとしてるじゃん。アイテム名わかんないんですけどいいですか。アイテム名もう揃わないじゃん。もう揃わないやってくれよ。わかるやつ。やってくれよ。いきますよ。せーの。どこでもドア。おお。どこでもドア。どこでもドア。どこでもドア。ちょっと反対言うと本当になるやつ。え、その嘘本当ね。そうそう。あ、そうなの。その嘘本当です。あ、そうそう。これは。嘘のこと言ったら本当になる。アイテム名言えなかったのに。で、それが欲しいそうです。ダメですね。なんでそれ欲しいの。なんでそれ欲しいの。どこでもドアが一番便利。浅草橋タダで来れるんだよ。うん、ただまあ値段とかじゃない。毎週タダで電車だ。ただまあそうだけど。やっぱ願い叶えられる方が強くない。なんでも。なんでも。あ、じゃあそれの中にどこでもドアが欲しいも入っちゃってるのか。入っちゃってるもん。だからね、シェンロンに、うん、あの願いの数増やしてくれって頼むのと一緒よ。あ、もうだからもうあれか、もう4次元ポケットって言ってるのと一緒です。あ、そうそう、あ、そうそうそう。うわ、冷めるわ、冷めるわ。なんか違うわ。違う、夢がないわ。もう、 もう帰れよ。本当につまんないこと言いやがってよ。本当にもうスモールライトって言ってよ。透明マットって言ってよ。顔ちっちゃくしようか、スモールライトでね。冷めるわ。というような満場一致選手権をやりたいと。これいい質問来たら思わないですよ。これじゃあちょっと来、ね、あ、再来週からですごめんなさい、はい、ちょっと来週ね、まあ、この後告知するんですけども、はい、来週企画どころじゃない。なるほど。ツイッターでも書いたんですけども、プレゼント豪華プレゼント企画第2弾が控えてます。いや素晴らしい。これはもうジャイアンツファン大喜び、うん、これ抽選会大変なことなんじゃないかと思ってるんで、うん、それの発表は後ほど、はい、もういいですかねさすがに。じゃあ3通だけ来てるんで、はい、舞台券やりましょう。これはもういつも送ってくれてる方に申し訳ないんで、はい、了解です。僕と私の舞台券よっしゃー。ライトバージョン、はい、3名バージョンです。ありがとうございます。本当に書き忘れちゃったもんで、でも送ってくれるのはありがたいことですね、うん、ありがたい。どういうつもりなんだ。つもりはいいでしょ別に、はい。ということで読んでいきたいと思います。はい、玉筋ネーム玉有さん、はい。先週の11時に来てましたんで、ほう、放送終わり、ほう、こんばんは。こんばんは。舞台券です、うん。先週大きな病院の産婦人科に行ってきました、うん。診察室で担当医師が難しい顔をしていたので相当悪いんだと思いながら触診台へ、うん、自動で両足を広げながら言われたことは、あの〇〇中学の〇〇さんですよね。同級生にヒブ見られました。ちなみに同級生は男性です。お、医者なんだ同級生。お医者さん、産婦人科のお医者さんが同級生。これだから、それ言っちゃ良くないね。マジでダメですね。医者側が、うん、ね、でも医者側も気づいてるかもと思いながらやってたかも。いや、向こうも気づいててやってるかもしれない。あ、気づいてたら言わなきゃなみたいな。あ、相手がね。いやー、これはでもにしてもプライベート空間すぎるかな。うん、そうだね、うん。そんなことあるんですね。うん、ね、そんなことある。これはブー体験として送ってきてる。ゾッとする話です。ゾッとする話だったらそんな。めちゃめちゃ田舎だったらありそうだね。まあまあね。そう、うん、だって横浜。そうだね。確かにでも結構都会。確かに。あ、玉兄さんがね、うん、横浜の病院。あ、今玉兄さんの話だった。どうしたんですか。そうです。乗り込んだろう。なんかすごい思いませんね。乗り込んだろう、乗りさんとしてはなんか心痛かったじゃないですか今。あ、恥ずかしがり屋さんだし。だったとしたらってどういうこと。玉兄さんだね。ここ入れたくない。玉兄さん。玉兄さんも。まだ会ったないでしょ。玉兄さんも色紙買ってくれたんですよ。あ、そうよ。感謝感謝。あ、そうですか。失礼しました。なんで人によって。玉筋ネーム、はい、ダイヤマピー。おい玉筋、皆さんこんばんは。こんばんは。ファビュラスダイヤマピーです。ファビュラスって何。ファビュラスダイヤマピーです。ファビュラス、僕たちの豚犬、最近お気に入りのシュプリームの T シャツを着てソフトクリーム食べていたら、うん、味わいながら食べていたらボトってクリームがシュプリームロゴに垂れてしまって、これが本当のシュープリームや。シュープリームではないよ。シュークリームではない。ソフトクリームなんで。シュークリームを食べて。シュークリーム食えよじゃあ。落としてたらね。シュークリーム食えよ。確かに。なんでなんだよ。これが本当のじゃないんだよ。シュークリーム食えよ。
なんでそんなクリームにしたあ恥ずかしい恥ずかしいですこれ読んでるこっちが恥ずかしい舞台が募集してないのにね募集してないのわざわざブーから言ってねじゃあブーじゃないブーじゃないしブーなのかなあそこもひっくるめて うん、それが本当の、うん、でシュープリーム屋って言っていやソフトクリームなんだけどねソフトクリームなんだけどねってことかそう言ってくれたらブーでしたね、うんうん、クリーム落としてしまいシュこれが本当のシュープリームでした、うん、まあ食べてたのはソフトクリームなんですけどねあそうこれでブーだ、うん、それめっちゃブー、うんまあ、そんなことは考えてないよ大幕じゃんそう大事よ考えてないか玉筋ネームスーパーストロングボッキンシン、はい、今週の投稿テーマが何も出てないけどとりあえずブー体験送りますありがとうございますコンチンポストロベリーロマンスが解散でネットニュースに速報が、はいはい、これだけでブーですなさてそれはさておき、はい、ガタオカ君がネットで解散しますって言っても何も話題にならなかったのに工藤さんがツイートしたら速報になりましたね、うん、そういうことなんだやっぱスイダウの本人がで芸人始めたっていうそうねそうかそうかそうか多分だからあのスイダウの時もちょっとなんか記事になったりしたんですよ、うんうん、だから同じライターさんがずっと見張ってたんじゃないですかね確かにミキコのツイートフォローしてなるほど、ね、で今だって記事書いた可能性が確かになるほど、うん、そしたら誰だなるほど、ね、誰だ よ, 誰だよ知らねえよスイダウ見てるけど覚えてねえよって言われてかわいそうひどいそれが本当のこれ本当の、シュープリームシュープリームシュープリームですこれがシュープリームですねさあお待たせいたしました、はい、いよいよ CM さんで大抽選会と参りたいと思います、うん、一応聞きましょうか、うん、視聴者の数をまあねさすがに15人は絶対見てる、うん、さらにどんなもんかと見に来てる方もたくさんいるはずなんで、うんうん、これはもう予想100はいってるでしょ、うん、累計、ま、あ累計はねさっき71だったからね、まあ、120ああ言ってると思いました、うん、200人来てあオッケー出ました、okay. なんと今の人数が、22名そして累計81名、はい、お22名はずっと維持してる、うん、確かに維持してる、うん、81 10人来て10人抜けたのかそうだね同じ人がカウントされるはずですよねうん、うん、そういうこと22名はずっと今か今かと待ってくれてなるほどそれでは抽選会やっていきたいと思います、はいいいねまず K&K チクロさんの CM をご覧ください、はい、どうぞこのロナンのロ気になるロ名前も知らないのですから名前も知らないロ気になるでしょうあのすいません、はい、あなたたちは何のロなんですかあ小泉純一郎ですさあコメントが届きました玉筋ネーム、はい、ゆうせいさん、はい、あーうざっ土日ドタバタ&今日一日出張で片岡さんのサインすっかり頭から抜け落ちてたあ深くうわというよりさっきから今日火曜日と勘違いしがち知らないけどねということででもあらはね片岡さんがうんそうだ、うん、これで受け取ってくれって先週あんだけ言ってたのに片岡さんが60番背番号60当てたから、うん、あらが、うん、なんで呼び捨てしてるの急になんでえ片岡さん風に呼び捨てしてみましたけどそんなことか先週のねえ先週の2人のよくわかんないエンドリアの言ってたっていうやつ片岡さんが言って覚えてます俺それは覚えてない一人だけでよ多分俺だけだ本当ねいや俺仲良くなったから呼び捨てみたいまあまあねということでやってまいりましょう。アラさんはもうルールなんで、そうだね、これはズルしちゃいけない。まあ、これはちょっとね残念だけど。次回のサイン色紙までお預けということで、はい、やっていきましょう、はい。片岡さんサイン色紙抽選会。あレスポンスしろと言っておきながら残り10分なんで、はい、急がないといけないですね。はい、あ、はい、コメント来ました、はい。コメントだけで読んじゃいましょう。はい、ました。ありがとうございます。はい、え？タマスジネーム、あん時の猪木さん。色紙ですか誰の色紙ですか
デコピンの色紙ですか。本当に猪木さんですか。え、もうちょっとめちゃめちゃ下手くそ。もうちょっとできるでしょ。上手かった方ですよ今。え、これ本当の猪木さん。本当の猪木さんですね、これは。今日僕猪木さんと会ってたんですけど、本当の猪木さんが見てる、はい、見るって言ってました。あ、本当に見てると思ってない。22名のうち1人、猪木さん。猪木さん、ありがとうございます。もうちょっとちゃんと読んでくれ。ちょっといけます、阿部さん。え、いや、ちょっとやってみます。うん、好きですか。何好きですか。いや、何好きですか。長州力さんみたいになってるから。いや、いけるでしょ。あれさん、あれ猪木さん付き合い高いしね。好きですか。あ、どうも。誰の好きですか。おお。デコピンの先生だ。あ、うまい。上手。坂友。好きですか。誰の好きですか。おお。手組みの敷地ですか。うまい、あ、面白いね。うまいな、なんかそれぞれの、あ、それぞれのあんま確かに確かに十人十色の読み方があるということで、はい、デコピンじゃなくて片岡さんの敷地を猪木さんの敷地もいいな。あ、猪木さんに今度もらっていい。確かに欲しい人いると思う。確かに確かにいると思う。いると思う。もちろん行きましょう、はい、抽選会スタートです、はい、じゃじゃん。玉筋ネームたっちゃん、4人で元気いっぱいにおはようございます。おはようございます。これがあの他の方へのプレゼント。40分待って。40分待って。たっちゃんさんはこれです。玉筋ネーム流星さん、はい、あれしんのすけ大爆笑。こちらです。プレゼントこれプレゼントなんで、あ、いいプレゼントですね、はい、あ、もう終わり、もういい、あ、やりすぎちゃう、すごい幸せな気分になりました。そうそう、はい、不公平になって不平等。あ、なるほど、うん、玉筋ネームさしまるむそうさん、さしまるむそうさん、さしまるむさん、なぜかそうつけてきたんです今回。さしまるむさん、そう、安楽大爆発。大爆発って何それ。大爆発ブーン。いつも見てくれてんのにさ。かわいそう。玉筋ネームテラさん、はい、あれしんのすけ、はい、アパートの屋号を発表。ベルステージ。本当っぽいぞ今の。そんなあるんすか。待て。ベルステージ。あ、ちょっと一個前の屋号言っちゃった。あ、前のやつですか。あ、前のやつ。あ、困るな。まあ次回の抽選からいっか、それ。おい、ふざけんなよ。玉筋ネームユーコスさん、はいはい、町で会ったらガタオカサイン色紙。これはガタオカのサイン色紙が当たったんです。そうですね、ユーコスさんと町で会って、あ、ユーコスですって言われたら俺がその場で近くで100均で色紙を買いに行き、うん、書いて渡します。おお、ここでプレゼント、うん、ね、ガタオカのもって言って、うん、話題にしてもよかったんだけど、はい、あの送料が かかってしまう、ね、かかっちゃう。街で会った時に、街で会った時に、実際僕は100円100円で、うん、玉筋ネームアメリカンチアガールの夏希で勃起するスーパーストロング勃起マシーン。長っ。坂友超やる気のある坂本隼人。え、そんな書いてあるんですか。超やる気のある坂本隼人。いつもやる気ないやん。やる気ないけど、うん、今日は超やる気のある。超やる気のある、よかったよ。そんな時間ある。うん、あ、ちょっと今ちょうど中畑清さんのちょうどってなんですか。あ、元気ね。ね、ちょっと歴史で隠れてたからね。はい。じゃあ高校時代の坂本隼人。おお、やる気ありそう。やる気ありそう。やるっす、本当に。やる気ありそう。本当にあのバックスクリーンにホームラン打った時の坂本なんですけど。超やる気。シャー。嘘、本当に。本当に本当に。あ、打ち方も違う。全然やる気ある。あら、めっちゃ目も切れてる。お、バックスクリーン行って、うん、走って。ガッツポーズ、うん、以上。ここまでじゃん。シャーまで。いや、本当にでも気合い入れてるんですよ、ね。あ、まあね、高校生だから、ね。でも、はい、受けないです。はい。だって最後一緒だもん。玉筋ネーム、ケイトさん。4人で有名な一発ギャグ。お、え、せーので。あ、せーのでいきましょう。せーの、ケマンライダー。思いつきそうか。それ何でやってんの。思いつかなくて。坂戸さんですよ。元気ですか。
おお、それ一発ギャグじゃないよ。怒ってくるわ。これ満場一選手権みたいですね。ああ確かに。玉筋ネームのりこのりのりさん。あれしんのすけ大爆笑。常連さん。常連組。常連さん。ここまでです。ここまでです。やりすぎちゃった。不公平になる。玉筋ネームひろしるさん。4人で投げキス。ひろしるさんはね、毎回応募してくれてんすよ。はい、じゃあ嬉しい。お子さんのためにやってるって書いてましたよ。あ、そう、お子様のお子さん見てたかな。当たってほしいよ、そろそろ。玉筋ネームキーさん。キー、キーさん。町で安楽に会ったらタバコをプレゼントしてあげれる。あげれる。あげれる。あげてください。キーさんで会ったら、キーさん、買わなきゃいけなくなると。キーさんが500円握りしめて、タバコを買って、安楽にプレゼント。あげれる。やったじゃん。キーさん特徴だけ後で教えて。見逃さないよ。キーさん。玉筋ネーム長さん。長さん。誰か二人から会釈。誰じゃ。三人した。じゃあ二人になるまで。はい。せーの。3人やってる。せーの。あーせーの。3人やってる。あ、ごめんなさい。せーの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 。おーおーやばいやばい。今日おめでとうございます。時間取っちゃって。玉筋ネーム、ちかさん。お片岡さん、サイン色紙。あー、出た、チカちゃん。チカちゃん、チカちゃん、まあ常連さんですわ。まあ、よかったけど、はいはいはい、俺も近いに戻ってきてね。あ、チカちゃん、レスポンス、レスポンス。あ、確かに、見てるよ。レスポンスなかったら、来週にも来てるよって言ってくれなかったら。あの、ただ、ね、リップのやり方分かってると思うんで、うん、さあ、あとはもうね、急いで消化していきましょう。玉筋ネーム、玉筋ネーム、スラカットさん。スラカットさん、4人で会釈。玉筋ネーム復活パンダ、うん、あ、坂友から愛の告白。復活パンダさんに復活パンダへ、はい、復活パンダ、君のためにホームラン打つよ。いや、やる気のあるさっきのが見たかった。さっきのが見たかったのよ。あ、玉筋ネーム植物パイセン、はい、最後ですね、全員でサザンオールスターズ熱唱。あ、いいですね。有名な曲もう一曲熱唱。いきます。せーの。ララ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 ラ。これ前回やりませんでした。毎回やってません？毎回サザンだっけ？毎回サザン。あ、そう。で毎と同じやつ俺歌っちゃったし、うん、まあ俺も途中から同じやつ歌ってるし、うん、え、あれ今何時って言ったでしょ、うん、で俺は同じ歌のラー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 だったんですよ、うん、前回も全く一緒。終了。好きなんです。あ、終わった。15人なんで終わりましたけども、ありがとうございました、ということで片岡さん、最初記者ちかさんに当選しました。レスポンス待ちでございますので、ね、なかったら脱退。だってあ、確かにレスポンスが、レスポンスがないから。そうね。あ、あるか。来てる。あ、やりました。あ、レスポンス来た。あ、今印刷して。じゃあ告知をね、来週の話もしたいんで、はいはい、なんとですね、我が番組、うん、最初からスポンサーやってくださってます、吉田組さんの、うんうん、吉田社長、ゲスト出演決定です。久しぶり。久しぶりに来てもらった。さらに、前回、以前、この番組にもゲスト出演してくださった、湯上京香さん。今日、はいはいはい、再び出演。おお、来週のゲストに京京、あ、京京、綺麗になって潜在写真変わってました。本当だね。京京と吉田社長がやってきてくれるということで、だから来週も京京に質問だったりいろいろやりたいんですけども、なんと吉田社長からですね、うん、ジャイアンツ戦チケット今年もプレゼントしたいと言ってくれたんで、やばいよこれ。来週ここで日程とか発表して、なるほど、また近々大抽選会、はい、行われるということなんで、そちらも同じルールでレスポンスありにしたいんで、はい、やりましょう。やっぱね、見てる方に当たってほしいんで、うん、はい、ということで、その時に阿部さんの屋号が、ついに発見するんですね。絶対に俺が決めて全部捨てよう。1個だけ入れられたのよ。1個だけ俺がこっそり入れました。
捨てよ一分前で。さあ、ちかさんのレスポンス待ちの間にじゃあ、はいはい、あ、来ました。あ、来た。あっち向いて抱擁して今日の打ち上げ台を決めて、あ、はい、ちかさんのじゃあレスポンスありがとうございます。はい、玉筋ネームちかさん、やったー、当たった、しっかり見てます。あ、レスポンスいただきました。しかし今後投稿してくださいね、ぶたきゃん。確かに、ね、来週からもね、参加していただくように、これはぜひぜひということで、ちかさんね、郵送しますんで、はい、楽しみに。ブーもらったら郵送とかにしたら、ちかさん、ちかさんが厳しいね打ち上げです。あっち向いて、はい、安楽は上下で戦うことになります。いやいやいや、まあまあ、最初はゲッチャゲッポイ、よし、あっち向いて、はい、あーよーし、2人負け、2人いった、2人負け、もう2人いった。じゃあ先1位決定、最初はグーチョキっぽい、アイコールショー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 、え、そんなに、あっち向いてほい、横向かれた、横向かれた、グーチョキっぽい、あっち向いてほい、横向かれた、最初はグーチョキっぽい、あっち向いてほい、どっちだよ、最初はグーチョキっぽい、逃げる、あっち向いてほい、あ、最初はグー、チョキポイ、あっち向いてほい、最初はグー、チョキポイ、あ、放送時間だ、放送時間だ、あっち向いてほい、最初はグー、チョキポイ、あっち向いてほい、根性、根性、最初はグー、チョキポイ、あっち向いて、早く終われよ、もう一発じゃんけんいきましょう、一発じゃんけん、もう勝った方が、もうじゃんけん、じゃんけんね、もうじゃんけんね、最初はグー、チョキポイ、アイ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 コでしょ。で俺からが最初はグージャンケンポイ。ああ。そこもジャンケン。すいません。はい、ということで、はい、終了となります。はい、来週今日来ますので皆様ご覧ください。以上、読売さん魂でした。さよなら。ひろきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。お。